バカ試合はいりもはん。腹を割って話し合いもそう。もちろんそのつもりで来た。よろしく頼むぜ。まずは新政府の要望を伝えます。決着をつけるぞ。あくまで私の邪魔をするか。お前のことは知り尽くしている。都合よく使われているだけだとなぜ気づかず。腕を上げたな。戦が絶えれば我らに何の価値がある。二人で生きられる世を作りたかった。終わらせてくれ。お前の手で。これで終わりだ。舐められたものだ。見て、お侍さんが。江戸を火の海にすれば、あの家族も引き裂かれる。我らのように この国が炎に包まれることだけを念じてずっと生きてきた。それを諦めろと。もう十分だ。それより共に見よう日本の夜明けを。いや、私は日の元を出よう。どこか遠い地からこの国の明日を見守りたい。離れていても我らは一つだ。
二人がそれぞれ動けば自在に撹乱し、一つに結びつけば大きな力となる。隠し刀は強い因縁で結ばれている。
侍の世は終わりを告げた。だが侍は死なず、新天地へと旅立つ。勝海舟と西郷隆盛の会談は成就し、旧幕府軍は新政府軍に江戸城を明け渡すこととなった。日本の夜明けを望んだ者たちの奔走で江戸決戦は回避され、100万の命が救われたのである。